愛媛のスゴ技、愛媛 's amazing techniques。工業プラント、食品プラント、農業、建造物など。あらゆる産業のさまざまな設備に欠かせない金網、竹中金網は工業用金網の専門メーカーとして多様なニーズに応えている企業です。入念な材料検査から始まり、織り加工、切断などの仕上げ加工、フック加工、溶接加工など付加価値をつける二次加工、最終検査と独自の一貫した品質システムを構築。またクリンプ加工には自社製作の金型を使用。金網メーカーとして自社内で金型を開発しているところは他になく、独自の研究開発で精度の高さを実現しています。織り加工では職人が豊富な経験と確かな目で金属の伸縮を見極めながらピッチを均等に、フルオーダーの金網を自在に製造しています。また全自動織り機での製造も行っているため、同じ規格のものの大量受注にも素早く対応できます。そしてもう一つの特徴が、材料在庫と製品在庫を豊富に持っていること。チタンやハステロイなどの特殊金属も含めて、あらゆる品種サイズを揃えており、少量多品種多納期の注文にも迅速に応えられる体制を整えています。もちろん製造できる金網の種類も豊富です。織り金網、クリンプ金網、溶接金網などの工業用金網をはじめ、特殊な金属やふるいなど精度が必要とされる金網も製造。より強度の高いものなど新たな製品開発も積極的に行っています。近年では建築材料としても注目されている金網、その一つが膨張クリンプ金網、バンブースクリーンです。従来の VOC を多量に含んだ吹き付け塗装ではなく、工場インラインでのデッピ焼き付け塗装を実施。従来に比べ塗装使用量はおよそ 80% 削減。また VOC の排出・飛散がないため、作業者の健康への悪影響を軽減します。バンブースクリーンは第19回四国産業大賞革新技術賞優秀賞を受賞。耐食性、耐候性、経済性に優れており、短納期、新歌舞伎座や渋谷ヒカリエなどに採用されているほか、豊洲新市場にも全面採用されています。その他、壁面緑化を実現する緑化金網は建築家隈研吾氏設計の玉川高島屋ショッピングセンター別館マロニエコートに採用。また建築家藤本壮介氏の直島パビリオンの製作では金網パネルを提供。その装飾性の高さも認められているのです。高い技術力と開発力、一貫した品質システム、環境や経済性にも配慮した製品作り、竹中金網はこれからも高品質で迅速な金網製造で日本のみならず世界のさまざまな産業を支えていきます。